鹿児島鶴高生ニュース。おはようございます。鶴丸高校放送部の田代千佳子です。今年創立130年を迎えた鶴丸高校から山岳部のワッツェカニュースをお届けします。我が校の山岳部は今年九州大会そして全国大会にも出場したんですよ。体力的にきつい中で安全のために気を配ったりしないといけないところです。山岳部の仲間とテントで泊まったり温泉に入れたりするので絆がとっても深まるところです。山岳部の皆さんが日頃どのような練習をしているのかというと、ペットボトルとかを入れていつも15キロ程度を目安にザックを背負って階段を歩いたり。私も練習に参加してみました。これを本番は山で持って歩くっていうのは結構大変そうだなって思いました。高みを目指して一歩一歩努力する山岳部の活動、いいね。以上、鶴丸高校山岳部でした。来週は百人一首部。